できたち。なんで時間の変なのは。あのね、実はこの間つくしを取りに山へ行ったんだけど、大変そうだったからうちに来てもらったの。僕と同じパターンでち。そういうわけだからね、二人とも。屋根裏スペースは一緒に仲良く使ってくれる？分かったでち。よろしくでちよ。あ、宇宙人ということはこの子の呼び名はもしかして、うっちゃん。なんか適当でち。ふぬ。こんにちは、私、うっちゃん。よろしくね。僕はちーちゃんでち。それは何でちか？これ、私が作った携帯翻訳機。これで撮影すると、相手と同じ言葉が喋れるようになるの。ああ、それであの時私の写真を撮ったんだ。うん。え、うっちゃんが作ったんでちか？すごいでち！私、機械いじりが得意だから。さすが宇宙人でち。僕も地底人代表として負けられないでち。僕のとっておきの力を見せるでち。とっておきの力？思ったことは口に出ちゃうよ。嘘はつけない。困った人は放っとけないよ。なんとかしたい。ちっちゃなことが見庭で何するの？僕にはなかったものを取り寄せる力、お取り寄せパワーがあるんでち。お取り寄せパワー？今からそれを見せるでち。ふっ！プリプリプリでち。でちでち！どれ！土の中から消しゴムが出てきたでち。お取り寄せ完了でち。すごいね。お腹すいたでち。何か持ってくるから待ってて。地底人って何食べるんだろう。とりあえず食べやすそうなものを。ゆうか。お母さん。もう晩ご飯？うん、ちょっと小腹が空いたからおやつを。そう、勉強は進んでる？うん、よかった。高校受験までに頑張って力をつけないとね。分かってる。わー、おいしそうでち。いただきますでち。いただきます。あーん、冷たくてトロッとして、め
かちゃん、ん？お願いがあるんだけど。何？壊れた UFO を山の中に置いてきちゃったから取りに行きたいの。連れてってもらってもいい？あ、うん。明日はお休みだし一緒に行こう。ありがとう。UFO 僕も見たいでち。じゃあみんなで一緒に行こっか。うん、やったでち。いいお天気でよかったね。うん。こんにちは。こんにちは。あった。これが UFO でちね。かっこいいでち。消えたでち。もう大丈夫、ゆうかちゃんの部屋に転送したから。すごい、ちょっと乗ってみたかったでち。せっかくだからゆっくりハイキングして帰ろっか。ハイキングしたいでち。そういえばゆうかちゃん、今日は困った人に会わないね。さすがにこんな山の中じゃ。あ、困った。おかしいな、どこに落としたんだろう。会っちゃった。あの、どうかしたんですか？どこかに財布を落としたらしくて、さっき見晴らし台で休憩していた時には確かにあったのにな。財布を。私、見晴らし台の方を探してきます。すまないね。財布ないでちね。はあ、どこにもないね。うん、そうでち。うっちゃん、財布を探す機会とかないでちか？え、そういう機会はちょっと。あ、もしかしたら。できた。それは？プリプリショット。翻訳機をちょっと改造して、ちーちゃんのパワーを取り込めるようにしてみたの。僕のパワーを？カメラで読み取った情報にちーちゃんのお取り寄せパワーを使えば欲しいものが出てくるかもしれないの。そんなことができるの？すごいでち。やってみるでち。ゆうかちゃん、お財布貸してくれる？え、うん、これでいい。まずは財布を撮影して、おじさんの情報と、あとはちーちゃん、お取り寄せパワーを使いながらこの丸いとこを押してみて。わかったでち。行くでち。はぁ、ぽっ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 、いちでっちでっち。もしかして財布を探してるのかな。ありがとう、助かったよ。本当にありがとうね。なんとか見つかってよかったね。
うん、ちーちゃんは大変だったけど。僕なら平気でち。優香が喜んでくれるんだったらこのぐらいで追ってことないでち。これからもバンバン恩返ししていくでち。ちーちゃん、あ、ちーちゃんパンツ破れてる。